こんな公園があってもさ、まあ、めったに子供たちの姿を見ることないんだよな、まあ、コロナだからっていうんじゃなくて、ここに引っ越してきてからほとんど見たことないね。たまにいるけどね、でもほとんど見ないね。今日の NBA ブルックリンネッツ対、どこだっけ、ミルウォーキーだっけ、ミルウォーキーバックスの試合は3-3で第7戦3勝3敗でね、ミルウォーキーが勝ってネッツは敗退ですね。何やらブルックリンネッツという名前になってから一度もカンファレンスファイナルに行ったことないらしいね。アービングが怪我で途中から出れなくなったのが痛かったな。あ、ミルウォーキーはミルウォーキーでヤニス・アデトクンポがかっこいいんだよね。でもそれファイナルとか行っちゃうとオリンピック代表で出てこれないんじゃないかな。ヤニスはギリシャ人だからギリシャ代表で出るんだと思うんだけど、出れないのかな。それも残念だけどね。ぬかるんでます。今日このDJI のワイヤレスマイクに標準でついてきてる風防じゃなくて、あれでも結構防げてたけど、やっぱ強風が来ると結構拾ってたので、ちょっと違う別のマイクの大きめの風防をつけてみました。モフモフを、効果があるといいんだけど。今日もね、結構南風が、画面左から風が結構吹いてますね。あと意外にさ、手で折ったりしない方が風切り音はいい、入らなくはないんだけど耳障りじゃ ない音になるね。手で防ぐとそこで気流が乱れるからか結構ひどい音になる。だから思いっきり風に向けて当てちゃった方が帰っていいのかもね。おう、鳩。鳩じゃないのかな。尻尾が鳩じゃないな。映んないか。ここに数匹いるけど鳩じゃないね。なんだろう、わかんない。今ヨーロッパで、なんだろう、あれはヨーロッパ大会みたいな、サッカーのね、国別がワールドカップでやってるんだけど、すごいね、もう6万人とかスタジアムに入れてマスクもしないでやってるから、もうほとんど元に戻った感じなんだろうな。
本のオリンピックは大丈夫なんですかね。昨日見てちらっと見たのはハンガリーでやってたハンガリー対どこだっけ、イングランドかな、イングランドだねの試合をちょっとだけ見たんだけど、すごい観客、ハンガリーのそのコロナの感染状況って知らないけど、まあ、大丈夫なんだね。カエルの鳴き声が聞こえたぞ。その辺にいるね。うわ、すごい風、向かい風。水面ギリギリまで行ってみようか。最近 iPad を手放したのもあって、古い iPad しか使ってないんだけど、仕事上で MacBook と iPhone だけでうまく回せないかなと思ってやってるんだけど、やっぱ iPad はこう資料を見るときに便利だよね。生産性がなくてもその参照するためのディスプレイっていう意味ではね、まあそしたら iPad じゃなくてもいいんだけど、 Mac のリソースを持ってかれないところで PDF とかね、そういうの参照できるっていうのは便利なんだよね。でしかもコピペするときも iPad でコピーすると Mac 側でそのものを貼り付けられるでしょ、同じ Apple ID でログインしてればね。だから必ずしも同じ Mac の別ディスプレイみたいなね、外部ディスプレイみたいなのである必要はなくて、サイドカーってやつね、サイドカーじゃなくてもいいんだ、単純に iPad で Dropbox で PDF を開くで、何かをテキストをコピーするとか原稿をコピーする、それだけでいいんだね。それは iPhone で補えないかなと思ってんだけどな。つまり MacBook と iPhone だけで便利な仕事環境が作れてしまえばすごい気軽じゃない、お手軽じゃない。で12 Pro Max だからちょっと液晶大きいし、無理くりそれだけで仕事してみるとかやりながらいい方法を見つけてみようかな。 iPad があれば古いものだとしても頼っちゃうんだよな。来週それやってみようかな。雨が降りそうな感じもなく、夕方降るかな、どうだろう。今日はここまでです。明日も行けるかな。
難しいな。マイクが後ろ側を使ってて音声が録音できてなかった。これ全面に変更してみたけどどうでしょう。手ぶれはまあ大丈夫そうって言えば大丈夫そうだね。このまま撮り続けてみようか。どうかな。気になるのは手ぶれと音声だね。